ひとまずこれで完成。どう、志保さん。すごくいい雰囲気です。ここでコーヒーが飲めると思うと感動ですね。お菓子食べたりするのもいいかもね。じゃあ早速使ってみよう。何か用意しましょうか。さすが元店員、どうに言ってる。あれ聞きたいな。いらっしゃいませってやついいですよ。いらっしゃいませか。実はバレエの指導を受けるためにこの町に来てたんだ。今日で指導は終わりだから帰らなくちゃいけない。そうだったんだ。そんな顔しないで。いつかまた来るから。続けることを選んだんでしょ。それならまたここで会える。その時はさ、いつもみたいに迎えてくれると嬉しいな。はい、約束します。そう、約束したんだ。次に会った時はあの言葉で迎えるって。最後にもう一回聞かせて。結構好きなんだ、志保の出迎えの言葉。つもりはないんだけど。ひな子だよね。あなたたちは。記憶がないんだね。あ、私のこと何か知ってるの。少しだけ。伝えられることは少ないけど。私たちに分かる範囲で答えます。